はい、こんにちは。アクアプラスです。今回はですね、こちらメヒカリですね。いわきの魚でね、キャラクターにまってて、いわきのキャラクターでメヒカリはメピカリっていう名前でキャラクターとして出ています。こちらのメヒカリね、いわきでは唐揚げで食べるのが主流みたいなんですけど、うちはちょっと違うので、こちらをねさばいて焼いたいと思います。はい、それではですね、鱗をね取っていきたいと思います。そんなに鱗はね、その硬いわけじゃないので、パッとやれば取れます。ちょっとね、今回のメヒカリは通常10センチとことこなんですけど、15、6センチありますね。油が乗ってて美味しいといいんですけど、はい、それで鱗を取りましたら、頭ですね、落としていきます。頭を落としたら、内臓は包丁でこんな感じで取れますので、これで一応ね、さばくのは終了です。これをね、全部のメヒカリやっていきたいと思います。はい、こんな感じでメヒカリですね、頭を落として内臓を取ってさばき終わりました。それでね、こちらをね、唐揚げではなくてね、ナイロンに入れて醤油で味付けをして、冷蔵庫でちょっと寝かしてからグリルで焼いて食べます。はい、こんな感じでね、ナイロンにね、メヒカリ移しました。これでね、味付けは醤油のみですね。それで全体に揉み込んでいきます。はい、こんな感じでですね、メヒカリ、醤油はね、ほんのちょっとですね、ちょっと色がほのかにつくぐらいです。あまりしょっぱくしちゃうとね、ほんとしょっぱくて食べらんないので、このぐらいでいい感じと思います。これをね、冷蔵庫でちょっと寝かせておいて、グリルで焼いて食べたいと思います。絶対美味しいのでね、皆さんもね、ぜひ真似してみてください。はい、それではこちらのメヒカリをですね、グリルの中に入れて焼いていきたいと思います。はい、こんな感じですね、メヒカリを並べて、そして焼いていきたいと思います。本当に醤油だけの味付けなんですけど、これが本当ね、絶品なんですよね。それでは焼きます。はい、それではね、グリルの中に入りましたね。それでだいたいですね、9分から10分ぐらいですかね、焼いていきます。はい、そろそろね、焼けてきましたけどね、もうちょっとですね、もうちょっと焼けたら終わりです。すごい美味しそうです。はい、こんな感じで焼き上がりました。それではですね、さらに移したいと思います。結構ね、この下にね、くっついちゃってるのでね、こちらのような専用のね、魚、焼き魚専用のもので取りたいと思います。はい、こんな感じで焼き上がりました。いい感じに焼き色がついて、すごい美味しそうです。一応ね、ベース味はね、醤油のみなんですけども、本当に美味しいので、皆さんも試してみてください。